兄さんこちらってか。行くぜ野郎ども。兄貴本日も絶好の海賊日和なりと。よし答えろ野郎ども。俺たちキラキラの海賊だぜ兄貴。俺たちが狙うのはキラキラのお宝だぜ兄貴。おうともよ、俺たちは海賊、狙うはお宝、最強無敵の百鬼不覚発進だ。最高だぜ兄貴。今日もごっそりいただくぜ野郎ども。おい兄貴が鬼みてえな顔してるぞ。おめえヘマやらかしちまったんじゃねえか。うるせえ、てめえの上がりがしょぼくれてたからだろ。何もめてやがる野郎ども、海の上じゃ仲良くしとけって言ってあるだろうが。すまねえ兄貴。そうか、いやそりゃ俺が悪かった。いやちょっと考え事してたんだよな。兄貴が考え事？そいつはやっぱり一大事だ。バカ野郎、俺はいつだって考え抜いて行動してんだよ。おい兄貴、また鬼みてえな顔してるぞ。いやひょっとして腹でも下したんじゃ。決めた、うん、俺は決めたぞ野郎ども。海だ、海へ出るんだよ。待ってくれ兄貴、海なんていつでも出られるんじゃ。その海じゃねえ。だからこの国をこぎ出してよ。そいつは本当の本当に一大だろ。海賊の心が、魂が熱くたぎるだろうが。行くぜ野郎ども、見果てぬ海はどこまでも。どうした野郎ども。兄貴、異国の海に渡るんじゃないんですかい。まったくでさ。渡るに決まってんだろうが。だがな。だいいから今は黙ってついてこい。そりゃねえぜ。すまねえ野郎ども、だが俺にはてめえの夢を叶える前にやっておかなきゃいけねえことがあるのさ。あの男のためにな。どうした忠勝、何かあったのか。ん、あれは元近。元近じゃないか。よく来たな。いきなりどうしたんだ。ま、近くまで来たんでな、顔でも見せようと思ってよ。それじゃ早速邪魔するぜ。ああ忠勝の言う通り、ただ顔を見せに来たというわけではなさそうだ。さてまずはこの目で確かめさせてもらうぜ、お前がどれほど成長しているかを。
お前の心の海にかかるモヤの深さを、そいつを確かめるのも俺の役目だ。進め！おいおい元近、一体何をする気だ？ちっと荒っぽいが、こいつが一番手っ取り早いんでね。鎖で結ぶ絆に、未知への後悔に幸あれ。久しぶりだな、家康。元気にやってるか？血迷った。忠勝、まだ無茶はするな。こいつはちょっとした挨拶代わりだ。海賊流のな。挨拶は済んだかな、元近。それでこれからどうする？さて、どうしようかね。まあ、行きがけの打診だ。ちっとばかり稼がせてもらおうかなと。そう驚くことはないぞ、忠勝。こういう男なんだ、元近は。おっと、いけねえ。俺としたことは、ん？手土産を渡すのをすっかり忘れていたぜ。くっ、歯車が欠けてしまっては。もう手土産とやらは忠勝に渡してくれ。後で受け取っておくよ。まあそういうな。ここまで来たんだ、直接渡していいじゃん。ひとっ走りして持ってくからよ。まあのんびり待っててくれや。元近、血も涙もねえ。その信念、わしの元まで届かせてみろ。まあ、優勢を図るには悪くねえ。もしか忠勝との戦意も貴重な兵糧が。バッサバッサと小気味惚れ惚れするしかねえや。そちらの絆もまた強い。ならば長い戦となりそうだな。一つ陣を取られる間に二つ奪ってやればいいのよ。家康様、忠勝殿、お二方に顔向けできぬ。いい潮目だ、負ける気がしねえ。家康様を乗せて飛ぶのが忠勝様の生きがいなんだ。この翼だけは何があっても譲れねえ。天かける忠勝様、もう一度見たかった。いい波だったぜ。行くぜ、アロドモン。運を祈る。いざ進撃。鬼を退治してみるかい。昔語りの英雄になれるかもな。我らが絆を嘲笑うとは、貴様ら。
チッと聞こえねえな。お前の本当の用向きは何だと聞いているぞ。おい家康、そいつはお前が聞きたいことなんじゃねえんだ。上げ潮だ、やるなら今だぜ兄貴。ゴロモノロモ気づくのだ、大勢志望町に変わる新たな拠り所を。こうなればこの二の足で運ぶのみ。そら景気よく吹っ飛んでくんな。ここまで来たら根こそぎちょうだいだ。元近が何を考えているかはわからない。だが本気を出さなければこちらがやられてしまうな。ああ頼むぞ忠勝。武器を忠勝、お前の中に無数の明るき絆が見える。なんで海賊流の挨拶は気に入らねえかい。おいおい、やる気出しすぎじゃねえのか。悪いな本田、ちょっとそこで寝ててくれ。あんたにも夢があったのか。一度決めたら譲らねえ。さすがは兄貴だ。その目、本気だな元近。本気でわしとやり合うつもりだな。今さら何言ってやる。俺は頭から終わりまで本気よ。分かった、お前の本気にわしも付き合おう。全力で行くぞ元近。そうしてくれ、お前の全てを俺にぶつけろ。そうでなきゃ意味がねえんだよ家康。迷いのない硬い拳だな。迷いがあっては前には進めない。わしは迷うことをやめた。そりゃ結構。元近、お前はそれを確かめに来たのか。わしが傷つくだけで済むならあまりにも安い代償だ。さてね、どうだか。迷うことをやめただって。無理しやがって。お望みなら発想飛びでも披露してやるぜ。知るべきじゃないことだってあるさ。そう、日陰のように。そら、お待ちかねの手土産だ。しのごの言わずに受け取ってくれや。なんだ聞いた。鬼が怖くて泣いてんのかい。